金の暮らしをということで、ね、やっていきたいと思います。秘密結晶ヒロム総帥ハッチでございます。こちらコーチ7レース2歳のダート 1400m 重賞ってことで、まあ、年末の大一番、まあ、ホープフルステークスみたいなことですね。まあホープフルステークスと同じ日にその後でコーチで行われるわけなんですけれども、今回こちらの方はこんな感じでやってみたいと思います。まあ、軸は8番夢の炎、まあ、黒潮ジュニアチャンピオン単勝 1.1 倍、4着敗退ってことで、そこからまあ吉原ひろとに乗り換わり、まあ、この時期ね金沢もまあ、休止期間というか冬ということで、冬休みということで高知に来てるわけなんですが、まあ、安城強化ってことで今回こそ信頼が置けるんじゃないか、まあ、前回よりオッズがついてくれればね、前回の負け分余計に取り返せるんじゃないかということで狙っていきたいと思います。まあ、そして4番パパの大馬さん、まあ、赤岡騎手がねずっと乗り続けている高知のトップですよ。まあ、そう考えると5着6着7着その辺の数字が続いている成績でもまだ侮れないんじゃないかなと、伸びしろがあるんじゃないかなということで狙ってみたいと思います。まあ、そして6番 MT ドン、まあ、黒潮ジュニアチャンピオンでもね掲示板を確保している馬ですし、その後もね1着そして2着と安定感のある成績、まあ、ここは紐には入ってくると思います。そして10番の八金娘、まあ、黒潮ジュニアチャンピオンの勝ち馬ですね。まあ、前走こそ負けてはいるんですが、ここ目標で仕上げてきたと考えたら前走の負けも気にする必要はないのかなということで紐に入れておきたいと思います。まあ、そして12番マリンジェミナイ、黒潮ジュニアチャンピオンの2着馬ですね。前走大敗してるんでねちょっと微妙ですが、まあ、なんだかんだでね展開が荒れれば10番12番、まあ、この辺の出番なのかなというところで、まあ、重賞 の, みんな勝ちに行くという中で勝ちに行ける馬っていうのがこの外2頭かなというところで、こんな感じで狙ってみたいと思います。まあ、なのでね、まあ、今回こういった形でまたやってみましたが、ホープフルステークスはメインチャンネル冬神 TV の方で予想上がっております。それぞれ合わせてやっていきますんでね、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。